はい、おはようございます。10月29日火曜日です。午前10時前の駅前通りの様子です。まだね、時間帯が早いので、人の通りは、少ないのですね。まだのお店の方も開いていないんですけれど、ちょっと今日はある取材で今から駅前通りを歩いてみたいと思います。はい、こちらが駅前通り、アミーロードという名前のついた駅前通りです。まだね、お店が開いていないので閑散としてます。ここはね、以前アーケードがあったんですが、アーケードが撤去され、このようなおしゃれな、通りに変わりました。ここは駐車場ですね。この駐車場をめぐって今あるトラブルが起きているんですね。それを、今からお話をしたいと思います。はい、こちら今日は車が止まってますけど、こちらが、私がいつも土曜日にパソコン教室を行っている、駅前地区の自治公民館です。でこちらには阿弥陀堂があります。ちょっと何かやってるんでしょうね。はい、こちらが阿弥陀堂です。本物は県の博物館にあるんですが、これはレプリカなんですがね、もともとこの駅前通りにこの阿弥陀さんがあったということで、この公民館の横に阿弥陀堂ができました。はい、さらに西に向かって歩いていきます。あと空き店舗もねありますね。はい、こちら曲がります。あと問題の場所に、足を運びたいと思います。はい、こちらがその問題の場所です。もう何もない普通の駐車場なんですね。この駐車場をめぐって、ある問題が起きているということで、ここの駐車場は一体何のものかというとですね、こちら看板がありますけど、駅前商店街のお客様用の駐車場なんですね。お客様が、駅前商店街に用事がある場合にはここの場所に車を止めていいですよというところなんですが、まだお店が開いていないのに、もうすでにもう何台か車が、止まっている状態です。しかもこれ当初は、ここに管理人を置いて、ここを管理するということを、言われていたんですが、なんで管理をするか、ここはもともとは市役所の私有地なんですね。その私有地を、商店街振興組合が借り上げて、地代を払って使っているという場所なんですが、もうすでにお店が開いてないのにこんな感じ、車がもうすでに止まっている状況です。こちらは開いてるんですけど、こちら側にも3台ぐらい車が止まっている状況ですね。さあ、これが何が問題かということをね、また別の動画でお話をしたいと思います。
僕たちの未来はそんなに悪くない。踊る宮崎大捜査線 YouTube 出張所です。このチャンネルでは南九州の話題、スマートフォンの話題、 YouTube ライブをお届けしています。南九州の話題、イベントがあった当日または翌日にアップロードします。スマートフォンの話題、不定期にアップロードします。 YouTube ライブ4度頻度ない夜、毎晩午後10時30分より、タイトルに沿ったおっさんの一人語り的な番組です。ご意見お便り募集しています。グッド、バッドの評価ではなくコメントいただけると幸いです。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。